劇団リベラルシアターの小石川圭介と申します。今回、パインソーさんのフリッピングに出させていただくことになりました。再演ということなんですが、今回僕は初めて、出させていただくということで、何度かパインソーさんには出させてもらってるんですが、本格的に参加するのは初めてなので、いろんな、稽古で楽しい思い出を作らさせていただいてもらってます。で、今回僕の役ところとしては一応ソメイという役で、ちょっと少し変わった、能力を持ったというか、能力なんかすげえ不思議な SF 的な話になっちゃう感じなんですけど、ちょっとそういう能力を持ったやつなんですが、あるおもちゃ工場で働いてまして、周りの人間にものすごい振り回されるっていう役をやってます。今回そのパインソーのこのフリッピングというのが連続企画ということで、全部で3話ありまして、今回レギュラーメンバーが5人ぐらいいるんですけど、その中で僕は全話出させていただくんですけれども、毎回違った、お話とか内容で、でも全部見ると面白いし、一つでも面白いっていう作品になっているので、全部で、13ステージあるんですけど、どれを見てもどこを見ても、違う面白さがあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。役者さんもすごい個性的な人たちが揃っているので、この夏の、いい思い出になるのではないかなって思いますので、ぜひ、皆さん足を運んでいただけると大変助かります。以上です。ありがとうございました。